私の家は知っているでしょ。まあね、以前少しだけお邪魔した覚えがある。高台の方から行くんだからね。さあ行きましょう。そうだ、ミオの家は高台からすぐに。さあ行きましょう。資料を見せてあげるわ。私の家は右側の大きなお屋敷よ。知っているよ。なんたってこの町一番の名士、現市長様のご令嬢だもんな。そういう言い方はやめて。好きじゃないの。さあとにかく行きましょう。そうだな、あそこが島津お嬢様の邸宅なんだ。さあ行きましょう。ちょっと往来でよからぬことを言い出さないで。なんだよ、待っていたみたいだな。待っているわけないでしょ。夜風に当たっていただけよ。何よ。いや別に風なんて吹いてないから。それはその雰囲気よ、雰囲気。いや別に。それよりもこの屋敷には圧倒されるな。パパの趣味みたいね。とにかく大きく圧倒するのが好きみたいだから。さぞかし掃除も大変だろう。週に2回ヘルパーさんが5人お掃除のために来てくれるわ。さあこっちよ。こっち？私の話を聞きに来たんじゃないの？いや、そうそう、そうだった。さあ、こっちよ。こっちって。気をつけて、少し暗いから。ん？あ、ここ段になってくるから。段？おお、あったあった！気をつけてね。ん？ああ。あとは、この窓を開けてっと。あ、その葉っぱ尖っているから気をつけてね。いってってってて。大丈夫？見せて。大丈夫だって、ほんの少しかすっただけだから。もう心配かけさせないで。開いたわ。さてと。なあミオ。何？何よ。なんでこんな裏手から入るんだ？自分の家だろうに。表から入れるわけないでしょ。よいしょよいしょっと。ほら早く入って。パンツ見えてるぞ。見ないのが紳士的配慮ってもんでしょ、バカ。見えちまったもんはしょうがないだろ。ほら早く入って。これじゃまるっきり。大丈夫よ。え、何？なんでもないよ。何やっているのよ、早くしないと。わかった。どっこいしょ。バカ、靴を脱いでよ。バカとはなんだ、バカとは。よっしゃ、これでいいか。足元気をつけてね。うわっ。てこんなところになんでベッドがあるんだ。気をつけてって言ったじゃない。お前な、いつもこんな風に家へ入っているのか。そんなわけないでしょ。適当にくつろいで、今資料を持ってくるわ。資料？私なりに調べたものよ。違いない、ここはミオの寝床だ。有馬くん、
度は。ミオは隣のあのカーテンの向こう側にいるんだ。有馬くん、適当にくつろいでいてね。ん？ああ、あのカーテンの向こう側からだ。資料でもかき集めているのかな。SM の四重八手に金箔チュートリアルか。ミオのやつもなかなかやるな。そんなわけないでしょ。ミオはカーテンの向こう側で資料をかき集めているらしい。ごめんなさい、もうちょっと待ってて。お、ああ、なあ、まだか。もうちょっと待って。何をやってるんだよ、まったく。はあ、男の人を部屋に入れるのなんて初めてだし、服装には気を使うわ。彼だったらどの服がいいのかしらね。悩むわ。派手だと彼が野生に帰るかもしれないし、かといって地味すぎるのも問題よね。派手すぎずかつほのかな色かが漂ってくるとするとこれかしら。おい、ミオ。何？まだか。まだ。資料を集めるの手伝ってやるよ。え？今からそっちに行くから。ダメよ、ダメだからね。なんでダメなんだよ。今はダメなの。入ってきたら蹴るわよ。あのな、俺にだって時間は大切なんだよ。もう帰るぞ。待ってよ、もう。お待たせ。へえ。何よ。派手すぎずかつほのかな色化が漂ってくるな。そうかしら。そうよね、やっぱりそうよね。何を納得しているんだよ。それよりも資料とやらは？あるわ、来て。おいおい、床にそんなに散らかして。机の上じゃ置ききれないもの。ほら見てよ。随分すごいな。まあね、結構調べたり集めるのにも苦労したの。
ないぞ。何鶏みたいに首を伸ばしているのよ。寝癖かな。寝癖のわけないでしょ、バカみたい。なんだと、じゃあ野ぐそか。お前今親をも殺すって顔したぞ。あのクリクリ巻いてあるのは寝癖じゃなくて。違うわよ。まだ何も言っていないぞ。違うわよ。どうしたの？そのいくつくらいなのかなって。18だけど。何？たった18？サバを読む必要なんてないもの。だがどう考えても18には見えない。最低でも83から4。失礼ね、そんなおばあちゃんじゃないわ。お前な、ばあちゃんがそんなにあるわけないだろ。何か噛み合ってないみたい。俺もそう思う。で、俺が言っているのは大きくないかってことだ。ええ、こんなに大きくするつもりなかったんだけど。ああ、なんでそこで妙な顔をするのよ。ところで何の話だったかな。私が調べている資料の仮説よ。仮説の規模が大きくなってきていてっていうところ。ナイス。胸だ、胸。胸というと屋根の最も高い水平の部分ね。お前わざと言ってないか。何が？俺が言っているのは父のことだ。言っておくが、父親のことでもなければましてや遅れることでもないからな。で、それがどうかしたの？どうもしません。おっぱいだよ。これでどうだ。何がどうするの？今は素足か。何そのムフって。しゃっくりだよ。変なの。茶でも出せ。いや。だが俺は喉が渇いていない。参ったか。バカ。くすむ。茶。いや。ミオの大きなお尻だ。ちょっと変な言い方はやめてくれないかしら。じゃあプニプニしたお尻。わかったよ、でかいケツでいいんだろ。蹴るわよ。嘘です。どう？どうって。これだけの資料を調べるの結構苦労したんですからね。ま、素直に簡単しておくよ。レガシーでは高野天原の秘密がこの境町に眠っているとあるわ。そういう話みたいだな。具体的な場所には言及していなかったのだけど、論調を追っていくとある場所が浮かび上がってくるわ。
ある場所？私はね、その秘密が剣の岬にあると踏んでいるの。三角山に？ええ。何を否定するの？ま、否定はしないけど肯定もできないな。なぜ？不思議な事柄をあれに結びつけるなんてのは今まで何人もの奴らがやってきたことさ。古代人の墓標なんかに始まって、果ては宇宙人への交信場所とまで言われた始末だぜ。私のはね、そんじょそこらのミーハー説とは一線を画しているのよ。そんじょそこらって。いい？これを見て。どれどれ。まずは双子岩に関すること。ちょっと、どこを見てるのよ。いや、だから資料。ダメだからね、変なことしようとしても。変なこと？ふん。見てるってば、資料だろ。ならいいけど。双子岩を思い出してみて。双子岩ってミオのその大きな胸のことかな。バカ。くすん。剣の岬のあの二つの岩のことよ。どの歴史書の紐を解いても、あの双子岩は偶然の産物と書いてあるわ。偶然なんだろ。作為的すぎないかしら、あの二つの岩の配置は。作為的ってだけで作為じゃないわけだろ。別に現在の学説に物を申すなとは言わないけど、それにはそれ相応の根拠ってのがあるわけで。じゃあなぜあの双子岩が人工物でないと解釈されたか、その経緯を知っている？そういえば知らないな。あの岩の中にあった鉱石の一つを放射能測定を用いて、おおよその年代を割り出したのよ。あの岩が生成された年代か。そう、その結果約8000年前のものであることが分かったの。だからこの岩は人工物ではないって理屈。その推論の意図が分かる？ま、大体は。言ってみて。つまり8000年前といえば、人類の文化の存在すら危ういはずだ。ええ。そんな時代にまして人工物などがあるわけがない。だからこれは人工物ではない。ま、そんなところだろう。さすがね、その通りよ。解釈としては妥当なんじゃないか。ちょっと、なぜそれが妥当なのよ。な、怖い顔するなよ。聞かせて。だからあくまで一つの解釈ってことさ、間違ってはいないだろ。規制の概念をアプリオリに認めるなんて科学とは言えないわ。ミオ、日本語を喋ってくれ。既存の学説を否定せずして科学の発展なんてありえない。球体依然とした学説なんてナンセンスよ。でも部分的には俺も納得できるところがある。部分的？ああ、そのなんとか族だったっけ。高野天原族。そう、その高野天原族ってのがミオの仮説だと三角山に何か関係があるらしい。ええ、そう。まあその辺は適当に通り過ぎてだな。三角山に何かあるってところにだけは俺も賛同できるんだ。ふーん。なあ、その高野天原族って金髪の女性とかがいるのかな。金髪の女性？そう、金髪の女性。なんで男の子ってそうなのかしら。お前な、何勘違いしてるのかは知らないが、俺が知りたいのは裸の金髪女性のことだ。
なんで怒ったような顔をするんだ。別に。釈然としないやつだな。金髪の女性はいないと思うわね。高野天原は純然たるアジアの民族だと思うから。そっか。あ、うん。で、有馬くんはなぜ三角山に何かがあると思うの？俺？うん。俺は美代みたいに資料を調べたりして推論したわけじゃないが、なぜかあそこに何かあるという気がする。勘？まあそうかな。へえ、勘で学問を語るわけね。世の学者が嘆くかな。気に入ったわ、有馬くん。は？私常々思うのよ。学説や仮説の成り立ちって論拠よりはインスピレーションが実は圧倒的に多いんじゃないかって。私、剣の岬のことはいろいろと調べてみたの。あ、通説では双子岩自体は自然物だけど、はまっている文字盤は人工物ということになっているわ。自然物に昔の誰かが文字を彫ったんだろ。ええ、約400年前となっているわよね。何のためかしら。さあ、少しは考えなさいよ。昔の人に今の価値観で理屈づけるってのもあまり意味がないんじゃないか。以前の文化風習ってもんだろ。それでは思考停止よ。400年前とは言っても掘ったのは私たちと同じ人間だわ。理屈で押し量れるはずよ。押し量ってみたのかい？ええ。聞かせてくれよ。あの文字盤はね、文字で何かを伝えようとしているのではないの。ある記号を記述しているのよ。記号？ま、今風に言えば暗号ね。おいおい、400年前だぜ。400年前に暗号があってはいけないの？いけなくはないが、どうも眉に唾でもつけたくなるな。何よ。俺が親父、いや古代史に対して懐疑的なのは年代の測定がアバウトすぎるからだ。そんなことないわよ。文献に年号は記載されているわ。その年号をもとに仮説を立てたりするわけか。そうよ。論外だな。反証が出せるっていうの？反証はいくらでも出せるぜ。例えば時間的なことに関して言ってみようか。いいわよ。厳密な時間を要求する仮説を立てるなら西暦年号なんて使わない方がいいな。なぜよ。例えばウルウ年さ。4年に1回っていうあれのこと？そう、4年に1回ウルウ年を設定して1年を366日にする慣習さ。これを設定したのは誰か知ってるかい？私に歴史の教授？お会いに行く様、ジュリアス・シーザーでしょ。紀元前46年よ。へえ、さすが優等生。これをユリウス歴と呼ぶわけね。でもなぜこれが時間的な反証になるのよ。そうじゃないか。だって1年間のズレをこれで補正するわけでしょ。より厳密な時間を測れるじゃない。おいおい、4年に1回366日にしたところで確実にズレは生じてるんだ。確か1582年だったか。ある宗教ではえらく問題になったらしいぜ。1年のズレのせいで春分の日がなんと10日も早く来ちまった。10日もズレたの？優等生でも知らないことがあるんだな。私は全知全能じゃないの。なんで春分の日が10日もずれると問題になるか、わかるか？キリスト教でしょ。彼らの復活祭は春分の日を基準に設定されるからよ。その通り。だから当時のお偉いさんは
1582年10月15日に日付を10日ぶっ飛ばしちまった。荒っぽいのね。そのおかげでとりあえず帳尻を合わせたってことさ。で、改めて現在のウルード氏を設定した。現在のウルード氏？現在のウルード氏の定義を言ってみな。ウルード氏って言ったら4年に1回366日にする。ブー。な、何よ。西暦が4で割り切れれば確かにウルード氏だ。だが例外があってね。100で割り切れるときは平年なんだ。だがこれにも例外がある。100で割り切れれば平年だが、400で割り切れるときはやっぱりウルード氏。だから厳密な時間における過去は1582年10月15日まで遡れるってことになる。それ以前はどんどんずれるわけさ。でもおあいにく様、私が問題にしてるのは厳密な年号ではないわ。あくまで三角山の由来や過去にあった事実だけよ。ふん。あの文字盤、暗号というから抵抗があるんでしょ。私はあるキーを得るための覚書と考えるわ。それに龍蔵寺学長の家で見たあのタペストリー、あれが手がかりになると私は思うの。タペ、なんだって？タペストリーを絨毯みたいなものに装飾を施した芸術品。それがなんで手がかりになるんだ？双子岩の位置が問題ね。見すぎているのよ。とにかくここにあの文字盤の記号を書き写したのが書いてあるわ。メモ帳かい？そうよ。あ、何よこれ。どうしたんだ？擦れていて全然見えないの。言っておくが、俺は無関係だぞ。どうしたらいいの？鉛筆がまずかったのかしら。そうだ、鉛筆で書いたミオが悪い。でもそんなのまた書き写せばいいじゃないか。もともとそうしたものだったんだろ。そうよね、そうだわ。どうしたんだ？結局行くつもりだったから。今晩行く？言い方が下品。ごめんよ。剣の岬に行くつもりだったのよ。確かめたいこともあったし。昼間にすればいいじゃないか。そうもいかないのよ。昼間は人目がありすぎるし、落ち着いて調べられないわ。おまけに時間もないし。時間？とにかく行くわ。今からかよ。もちろん。砂金ずれば人を制すってことわざ知ってる？家宝は寝て待てってことわざもあるぞ。私は前者を支持するの。1分1秒も無駄にしたくないわ。行く。もちろん有馬くんは無理に行く必要も。オーケー。俺も付き合うよ。本当？まさか真っ暗な三角山にミオを一人行かせるわけにもいかないだろう。ありがとう。礼を言う必要はないさ。俺もお前の仮説に興味があるわけだからな。ギブアンドテイクさ。ええ、いいわよ。じゃあ。あ、おい、今ノックがなかったか？ミオ、いるのかね？パパだわ。パパ？まさか血がつながっていないパパ？バカ、そんなわけないでしょ。ミオ、いるのだろ？入っていいかね？大変だわ。早くその窓から出て行って。
その窓から出ていけって。おいおい、パパに見つかったら最後よ、早く。話がよく見えないが、なんでお前の父親に見つかると最後なんだ。だって男の子を部屋に入れたことがバレたりしたら有馬くん殺されちゃうわ。え？パパ妙なところで潔癖で厳しいんですもの。ミオ、誰かいるのかね。返事がないならこのまま入るぞ。待って、今着替え中なの。着替えてないじゃないか。何をやっているのよ、早く出てって。おいおい、そりゃないだろう。なあ、魔男じゃあるまいし。魔男もイカの頭もないの。ここにパパが来たら有馬くん死ぬわよ。なわけ。ちょ、な、押すなよ。おい、えっ、つ、窓から外に突き出しやがった。なんて女だ、信じられないぞ。いてて、いて、靴よ。靴？もう、こんなの部屋に置き去りにしたらもろバレじゃない。お前ら、俺を窓から押し出すとはどういう了見。話してる暇はないの。剣の岬へ先に行ってて。先に行っててって。あ、パパどうかしたのかしら。私の部屋に何かご用。いや、用事というほどじゃないが、ミオに妙なハエでもたかってないか心配でね。パパ、そんなのいるわけないじゃない。ま、もしもわしの可愛いミオにちょっかいを出す不届き者がいたら、今のショットガンで蜂の巣にするところだ。今の子さあ、外でイノブタが鳴いたんじゃないかしら。そうだな、自宅へ戻ろう。あれ、美月さん。拓也、島津さんとあれからどうしたのかしらね。あれからって別に何もないよ。そうだわ、島津さん変わりないかしら。別に、いつものミオだぜ。ツンツンしてる。先日龍蔵寺先生と話していて、先生のご自宅を訪問したみたいなの。ミオが龍蔵寺の家を。ええ、確か先生の家の絵画を見せてもらうとかなんとか。それってタペストリーってやつ？そうね、そうそう、確か絨毯みたいなものに絵が描いてあったわ。これからどこかへ行くの？ま、少しだけ用事があってさ。歴史の勉強さ。ん？私今日は半分宿直なのよ。だからずっとってわけじゃないけど、しばらく歴史研究室にいるわよ。そうだ、結城のやつはどうなったんだい？ええ、彼一応無罪放免ってところね。へえ、弁護士の腕が良かったんだね。でもなんだか約束があるって
慌てて海岸の方へ行ったけど、そろそろ戻らないと。今日は武田先生、夜中近くまで帰ってこれないって話だし。そっか。別に遊びに来てもいいわよ。じゃあね。アリマくん、うわ、見ようか。びっくりさせないでくれよ。びっくりしたのはこっちよ。急に規制を上げたりして心臓に悪いわ。心臓に毛が生えてるくせして。何？いや、まあミオの父親が部屋にやってきた時ほどじゃなかったからいいけどさ。あれから大変だったのよ。今部屋に誰かいたんじゃないかとか散々尋問されたんだから。お前な、窓から真っ逆さまに突き落とされた俺の身にもなれよ。私だってパパを振り切るのに苦労したんだからね。もうやめましょう、こんな不毛な言い合いは。窓から突き落とされた俺の身にも何？いや、怖えぞ声が。さっきまで何をやっていたのよ。何って？何かを調べている感じだったから。いや、そのさっきあそこに女の人がいたような気がしてさ。欲求不満なのね。アホか。どうかしら。
あの辺にうずくまって何かを調べるような感じだった。あの辺？あそこだ。そう、ちょうどあんな感じに。あれ、誰かいない？畑野さんだわ。カンナちゃんが一体何をしてるんだろうな。ちょっと待ってよ。え？もうちょっと様子を見ましょう。様子を見るって、おい引っ張るなよ。こんな岩陰に引っ張り込んで進んでるな、ミオ。つまんないこと言ってないで。し、何かを調べているわ。ちょうど岩の脇かしら。何かって、なんだ。わからないわ。触っているみたい。つまんだり揉んだりはしていないのか。バカ。バカはないだろ。バカは頭が痛くなってくるわ。よし、俺が胸をさすってやろう。変なことしたらパンチをお見舞いするわよ。俺はどっちかというとパンツが欲しいな。アリマ君、真面目にやる気あるの？ない。こんな岩陰から女の子のことをマジに覗き見なんてやってられないぜ。だって怪しいじゃない。岩陰にへばりついてる俺たちも相当怪しいと思うが。あ、見て。見た。やるな、ミオ。何を見ているのよ。四つん這いになってんだ。嫌でも見えちまうよ。嫌とは何よ。嫌じゃないぞ。とってもいい眺めだし。もっと嫌。ごまかそうとしたってダメだからね。バカ、彼女がこっちへ来るんだよ。え、嘘。いや、こんばんは、有馬さん。その何か言いなさい、ごまかすのよ。いや、奇遇だな、こんなところで会えるなんて。もろバレじゃない、下手。うるさいな。じゃあこの場合どう言えばいいんだ。考えなさいよ、男でしょ。お前な、そういう男女差別的な発言は。あまりここへ来ない方がいいと思います。みんなのためにも。それでは。ちょっと待って。おい、ミオ。畑野さん、あなたこそここで何をしていたの？私は夜風に当たっていました。嘘よ、私たちあそこで見ていたの。おい、ミオ、もうちょっと柔らかくだな。有馬くんは黙っていて。私たち見ていたのよ、あなたがあそこでうずくまって何かをしているのを。何をしていたんですか？何って。少し気分が優れなかったので座っていたんです。それが何か？信じられないわ。ではどういう答えなら島津さんのお気に召すのでしょうか？分が悪いぜ、ミオ。帰ってよろしいでしょうか？なんで私にそんなことを聞くのよ。それでは失礼します。有馬さん、おやすみなさい。ああ、また明日学校で会おうよ。はい。ちょっと有馬くん。なんだよその怖い声は。何よ今の。今の？また明日学校で会おうよとか。それが？助け舟も出してくれないで、ずるいじゃない。なんで俺がずるいんだよ。だって畑野さん明らかに隠しているわ。まあそうだろうな。だったら。じゃあどうするんだよ。
彼女を拷問にでもかけて聞くのか。話したくないんだ。無理に話させることはできないぜ。だっておかしいと思うわ、彼女。まあおかしくないわけじゃないな。変な言い方。現状を代弁するには妥当だろ。おいミオ、どこへ行くんだ。調べてみる。さっき俺も調べてみたよ。別にこれといって何もない。ナイフで掘ったような感じの傷があるでしょ。なんだ、知っていたのか。ええ、ここは私が当たりをつけていた場所なの。当たり？外れの反対？バカ、あのタペストリーに記された場所とちょうど一致するのよ。タペストリー、もしかしたらそれを畑野さんも調べていたのかしら。カンナちゃんが何を調べるって言うんだよ。何よ、カンナちゃんって。私は呼び捨てのくせに。は？畑野さんよく海岸で現場監督さんに工事中止を訴えていたわ。工事中止ってことは事故で亡くなった方の遺族なのかな。いえ、私も最初は被害者の遺族か何かかと思っていたの。でも違うみたい。明日彼女にもう一度聞いてみようかしら。やっぱりあのことかも。それともあの絵画が。あ、そうだわ。どうした？あの文字盤書き写すのを忘れていたわ。おい、どうしたの？ん？なんだか深刻そうな顔をしているわ。ああ。ごめんなさい。私って夢中になると周りが見えなくなっちゃって。別に有馬くんを放っておいたわけじゃ。違うって。ちょっと別の考え事さ。この剣の岬のこと？ミオのこと。言い出すかと思えばバカバカしいわ。剣の岬に興味あるんでしょ。あるな。有馬くんがそんな風に言ってくるなんてちょっと意外ね。そうかい。ええ、以前私のことを一度笑い飛ばしているじゃない。ミオを笑ったんじゃない、親父の野郎の仮説を笑ったのさ。立ち話もなんだから海岸へ行く？少し座りたい気分だわ。いいぜ。よっこらしょっ。座るときに掛け声をかけるなよ。気持ちいいわね。綺麗な星空。でも暗い海に吸い込まれてしまいそう。そうだな。しばらく海を見ていていいかしら。ああ。話あるんでしょ。ある。私もあるわ。有馬くんも空を見るのが好きなの？嫌いじゃないな。ミオも？え、特に暗い夜の海で見る星空がたまらなく好き。自分が本当にちっぽけな存在に感じられるの。
つまらないことで悩んでいるのが馬鹿らしくなってくる。空を見ているだけで涙が出る時があるのよ。わかる？なんとなく。有馬くんは強いもの。そんなことはないのかもね。少し風強いわね。下を見て。いや何、赤貝があったんだ。ふん、赤貝。なんか体がずいぶん前かがみね。いや、そのハマグリがあったような気がしてさ。ふん、ハマグリね。で、私のアンダーウェアを見る理由、今度は何？小ぶりに見えるが、意外にボリュームがあると見た。サイズのほどはそうだな、83×4。何の話？それ。あれ、感じちゃった？バカ！今のは少し痛かったかも。今度触ったらパンチだけじゃ済まないわよ。見るだけだよ、見るだけ。お断り。有馬くん？はい。有馬くんからどうぞ。わかった。ごめんなさい、海を見ていたいの。聞いているわ。さっき三角山には何かあると言っていたよな。ええ。ミオは何があると思うんだ？そうね、有馬くんのお父様の説に同意というところかしら。例のなんとか民族の秘密ってやつ？ええ。二つほど言っていいかな？いいわよ。三角山なんて過去に何度も研究されているはずだろう。今さら新しい発見があるはずがない。ええ、そうかも。もう一つ、ミオがなぜする必要があるんだ？どうも何かの焦りを感じるんだ。へえ、鋭いのね。後でゆっくりと研究でも何でもすればいい。
三角山は逃げないぜ。どうかしらね。ええ、一つ一つ答えるわ。ああ。じゃあまずは一つ目からね。過去に何度も研究されているから今さらって意見。ああ。この三角山のことは実はほとんど調べられていないに等しいのよ。ほとんど調べられていない？そう。なぜだかわかる？ごめんなさい、不謹慎だったわ。この話題はやめましょう。気を使わなくたっていいぜ。ほとんど調べられていないのは親父の学説だからだろ。ええ、気を悪くしないでほしいのだけど。事実だからな。はみ出し者の学説なんざ故意に無視されるってわけだ。有馬博士は学会の中でも極めて異端分子だったようよ。だから故意に黙殺され、満足に研究などされていないわ。ま、西暦400年頃の民族の秘密がこの境町に眠ってるってところで、大方の奴らは失笑するだけか。私は違うわ。有馬博士の学説は有力だと思うし、研究されて叱るべきよ。可愛い女の子に支持されて、親父の野郎もさぞかし本望だろう。何？どうしたの？なんでもないわよ。もう一つ、なぜ私が急いでいるかって質問。ああ。それに答える前に、私からもいいかしら、質問。お。なぜこんなことに興味があるの？え？三角山の何かって言ったって、古代史マニアの戯言かもしれないわ。一体、何が有馬くんにここまで興味を抱かせるの？2ヶ月前くらいまでは鼻で笑っていたのに。急に興味が湧き出したなんてのは？ダメ。なんだよ、本当にそうだったらどうするつもりだ？裸で逆立ちして校庭を10周してあげる。よし、裸で逆立ちだな。実は本当の本当だぞ。聞こえない。うん。どうなの？俺がこの件に鼻を突っ込む理由かい？え？どうしたのよ？ミオ自身に興味があるってのはどうだい？え？ミオの調査内容に興味があるんじゃなくて、ミオそのものに興味があるんだ。何を言っているのよ。冗談も休み休み言いなさい。それはいいわ。じゃあもう一つ。おう。一条先生のこと覚えている？なんでそこで黙っちゃうのよ。本日は晴天なり。私は覚えているわ。忘れちまえ。言うことは？何もない。言っておくが、俺は美月さんとあれっきりだぞ。その後は全くと言っていいほど音沙汰がない。一条先生のこと好きなの？何を言う、いきなり。愛してる？あ、愛？お前な、冷静な顔をして妙なことを口走るなよ。俺は愛とかを語る年齢じゃないぜ。ずるい言い方ね。ずるくはない。現状を認識した言葉だと思うぞ。好きな女を食わせてやることもまだできないさ。じゃあ好きなの？なんでそうなるんだ。気になるじゃない。私が以前有馬くんに言ったこと覚えている？何かと相談に乗ってほしいってあれか？ええ、正直あの後一条先生とのその
ジョージを見てしまった。そう。だけど泣くことないだろ。別に有馬くんに他の彼女がいたとかそういうことで泣いたんじゃないの。じゃあなんだ。一生懸命走っていたら走る行為そのものの無意味さを悟ってしまって、あまりの悔しさに涙が出たの。だからもう振り返らないことにしたのよ。それがさっきの質問のもう一つの答え。脇目も振らず一つのことに没頭するってことか。そう、もともそれだけじゃないんだけどね。聞こう。何よ、単なる好奇心なら結構よ。気になるじゃないか。絶対に誰にも言わないって約束してくれる？分かった。本当に？まあ絶対に他人になんか言わないさ。信じるわ。パパのことよ。パパ？言っておくけど血のつながっているパパですからね。何を言っている。身内の恥をさらすようで恐縮よ。私のパパどうも汚職に携わっているらしいの。汚職？ええ。それはまた根治。またまた何それ。続きを聞こう。ジオテクニクスとの工事権利とか土地に関する利権とかそういった類で法に抵触しちゃったみたいなの。なんでそんなことを知っているんだ。以前パパの書斎の前で偶然電話しているのを聞いちゃったの。おまけにお金の明細資料まで見てしまって。パパね、几帳面だからそういうのつけていたみたい。ミオの親父さんには言ったのか、そのこと。言えるわけ。そっか。でももう時間の問題ね。なんとなくわかるの、パパが慌てているのを見ると。そっか。多分私境町から去ることになるわ。え？なんだ。当たり前でしょ、どんな顔をしてここにいろというの。気にしないさ、大昔の先制国家じゃないんだ。親の罪を子が被る必要がどこにある。みんなが有馬くんみたいな人ばかりだったらよかったんだけどね。しょうがないの。だから自分が今この時期この年にできることを全部やってしまいたい。全部？そう、全部。だから走るの。無意味でもいいの。意味があるかどうかなんて後で考えればいいの。差し当たって古代史マニアの血がうずいたってわけか。何よ、悪い？いや、いいよ、すごく。意外だったな。何が？ミオってさ、結構冷静に論理的に合理的に考えるやつだと思っていた。じゃあ今は冷静さを欠いて感情的に非合理的ってわけね。そうは言わないが、だけどどっちと言われたら俺はそっちの方がいいな。最初の質問の答え分かった。最初の質問？なぜ俺がこれほど三角山に入れ込むのかってやつ。ええ。ミオを手伝いたいからってのは。何よ急に。確かに別の意味で三角山に興味はあった。だけどミオを手伝いたいって気持ちの方が今は強い。同情なら結構よ。同情じゃない。じゃあ何よ。愛だ。わ、冗談はよしてよ。冗談は置いといてだ。なんだよその顔は。別に有馬くんの言うことを真面目に聞いた私がバカだったの。
でも一瞬期待に満ちたような表情をしていたぜ。そんなわけないでしょ。そうかい。そうよ。2つ目の質問、まだちゃんと答えてもらってないわ。何だったっけ。一条先生。誰それ。有馬くん。そんな怖い声を出すなよ。女の子なんだからさ。ちゃんと言って。何もないよ。もう本当に。本当だ。本当に本当。一条先生とはもう何もないんだ。ああ、何もないぞ。本当？本当だ。どもった。あのな。いいわ、信じる。信じる者は救われるそうだぞ。ねえ、一つ聞いていい？言っておくが、最近の朝はしてないからな。は？じゃないのか？よくわからないけど、聞きたいのは部活のこと。部活？なんで辞めたの？そりゃ、なんでだろう。結構、女の子のファン、多かったみたいよ。誰の？これだから、有馬くん意外に鈍いんだもの。まさか、俺の？かっこいいって。冗談言うなよ。俺は歩くリビドーだぞ。まあ、世の中には変わった女の子もいるってことね。で、誰と誰と誰が俺のファンだったんだ。名前とクラスを教えて。な、怖い顔しないでくれ。別に。まあいいや。ところでさ。何よ。ミオは俺のファンだったの？そんなわけないでしょ。残念だな。そっか、俺って魅力ないか。ちょっとだけファンだったわ。へえ、ちょっとだけ。そう、ちょっとだけよ。ふん。なあ、ミオから見て俺みたいなやつのどんなところがいいわけ。それはその、見ていてドキドキするというか、なんというか。はっ。うんうん。何を言わせるのよ。冗談に決まっているでしょ。どもってるぞ。ねえ、明日の昼くらい歴史研究室で待ち合わせしない？どうするんだい。聞いてほしい仮説があるの。へえ、仮説ね。先日、龍蔵寺学長のお宅を訪ねたのよ。龍蔵寺？ええ、そこにある絵が描いてあるタペストリーがあるの、知ってる？さっき、ミオの部屋で言っていたやつか。そう、壁なんかに飾って鑑賞する芸術品の一つね。そのタペストリーがどうしたんだ？龍蔵寺学長のお宅にあるその絵を見てひらめいたの。ううん、仮説を確信に近づけたっていうのかしら。どんな絵なんだい？口じゃうまく言えないわ。でも大体の絵柄はスケッチしてきたから今晩中に清書するつもりよ。明日それも見れるってわけか。ずいぶん以前から伝わってきたものらしいの、そのタペストリーは。ずいぶん以前。もしかしたら昔の人が何かを伝えようとしていたのかもしれないわ。今晩はもう遅いし暗いから、明日の昼に三角山を。あ、なんだよ。人がいる。ほら、あそこ。え？トラックの周りに何人かいるわ。したな。あそこに立っているの豊臣さんじゃない？
指示しているような感じのやつか。そう、あのバリバリのスーツ、確かに豊臣ってやつだ。何をやっているのかしら。ああ、こんな夜に、しかもライトも少ない。変ね、今晩は夜間工事のお知らせなんてなかったわ。ってことはお知らせできない工事ってことなんだろう。それって、そういうこと、あまり真っ当なものじゃないみたいだぜ。いいか、今晩中に作業を進めるんだ。そりゃまあ俺らは命令があれば仕事をするけど、なんでまたこんな夜に。会社の方針だ。素早く運搬をすれば鉱石の変質は 10% 未満に抑えられるはずだ。でも事故は運搬中に起きてるってもっぱらの話だぜ。根も葉もない噂だ。君はまだ入ってから間がないから作業の実態を把握していない。まあ仕事だしな。時間外労働だよね。飯を食うためだ、黙って働こうぜ。そうだ、早くしたまえ。付近住民に気づかれては意味がない。本当にボーナス弾んでくれるんだろうな。無論だ。でも今日の昼間に落雷したばっかじゃありませんか。そうだ、事故った直後に仕事だ。穏やかじゃないぜ。まあ通常額の2倍ってんでやってるんだからな。しのごの言わず働くんだ。報酬は十分に出せ。こら、そこ。いいか、宝石は絶対に水に近づけてはならん。あっという間に変質してしまうからな。海の近くで採掘できるとは、悪魔が仕組んだとしか言いようがないな。何なのあれ。あまり真っ当でない作業の真っ最中ってところだな。何をする。あ、トラックが発進するみたい。何かどこかへ運ぶみたいだな。代名詞が多いわね。わからないんだからしょうがないさ。何を運ぼうとしているのかしら。行っちゃったわ。あまり出て行かない方がいいかもしれないわね。それが無難だな。どうも見つけると厄介なことになりかねないし。なんだ、どうしたんだ。急に辺りが明るくなって。なんだよさっきの地響きは。地震か。有馬くん、あそこ。トラックが。トラックが燃えてる。燃えているわ。わかってる。どうしたんだ、爆発か。違うわ、落雷よ。雷が落ちたのよ。どういうこと、星空だというのに。ああ、俺もそう思っていた。落雷じゃないのかも。わからない、一瞬あたりが光ったと思ったら急に爆音がして地響きがして。じゃあやっぱり落雷。そうよ、落雷よ。根拠は。聞いたことがあるもの、落雷事故は運搬作業中に集中しているんだって。アホな。何を。考えてもみろよ、雷という自然がだぜ。人間の都合をなぜ考慮するんだ。じゃあこれをどう説明するのよ。知るか。無責任じゃない。俺は雷じゃないんだ。うわっ、火の粉が飛んでくる。ここにいたんじゃ危ない、戻ろうぜ。
これだけ盛大なんだ。すでに119番通報されているさ。そうね、大丈夫かしら。どうしたんだ。足を爆発の時にひねってしまったみたい。足を。無理するな。何か足を固定できるものでもあれば。痛むわ、ひどく。そうだ、学校の保健室行こう。学校？そう、ここからだったらすぐだし、医療器具もある程度は揃っているぜ。だってもう夜よ。宿直の先生がいるだろうから。そうか、エリコ先生は今いないんだ。どうするの？どうするのよ。とにかく学校まで行ってみよう。ここからだと一番近い。うん。肩を貸すから。ほら。大丈夫か。ずいぶんと妙なひねり方をしたみたいだな。固定してシップできればずいぶん楽になる。ちょ、有馬くん。なんだよ。変なところ。変？ああ、腰の手。お尻に行ってる。お前な、なこと言ってる場合かよ。だって顔がにやけてるんだもの。そう？変なことしたらただじゃ済まないわよ。へいへい。